ちは、長野インターネット放送と申します、はい、こんにちは、どうも。こんにちは。今日は軽井沢中央公民館に来ておりますけども、はい、映画を今見る機会が、イベントがありました。関係者の方に来ていただきました。すいません、自己紹介をお願いします。はい、岡昌遺族の忠野秀明と申します。はるばる、まあ、現地より来ていただいたんですけども、まあ、今日、まあ、一番訴えたかったことっていうのが、まあ、いろいろこう映画の中を通じてあったと思うんですけども、まあ、補足として何かありますでしょうか。まあ、補足といえば、あの映画をご覧になってもらえば、うん、あの日から何があって裁判になったのかっていうところが理解できると思うんですね。うん、はい、その辺もこう知っていただければなと思いました。うん、まあ、あそこにはかなりこう一般の人をシャットアウトして、その関係者ならではしか撮れないその映像もあったと思うんですけども、はい、その辺撮っておられたっていうのは何かこう、結局あの議事録ってありますよね。はい、議事録って質問した人に対して答える人の言葉しか残らないものですから、うん、意外にこの話し合いの場ってあっちでこっちでいろんな声が聞こえて話し合いってしてるもんですから、はい、実はそういう周りからのそういうやじではないけども、そういう声にも大事なところって実はあったんで、うん、これは全部残す意味でもちゃんと記録しなきゃないのかなと思って撮ってた映像が今回、まあ、監督が編集してくれてこの生きるようになってるんですけども、まあ、撮ってて本当に良かったなと思いますけど、うん、そうですね。まあ、今回、まあ、いろんな人の証言がこう映像の中に出てきたと思うんですけども、はい、その内容とてもじゃないけどこう普通にこう聞いてられないような内容もあったと思うんですよね。はい、その辺はどうなんでしょうか。まあ、監督はまあ一般の方々でもこうなんとか見れるくらいまでこうスケールボリュームを小さいスケールにして編集作業してくれてるんで、はい、実際にあった事実っていうのは記録に残ってる映像ってもっとすごいんですね。あ、もっとあるんですね。もっとありますし、自分が撮影した映像のデータだけでも1000ギガバイトぐらいあるんで、その中で今日使った映画2時間分っていうダイジェスト版みたいな話です。うん、今日の映画は簡単に言うと。なるほど。はい、まあ、非公開ってことですからね、基本。はい、非公開の部分も撮ってますけど、もちろん公開の部分も撮って、うん、要は全てを撮ってるんで。うん、まあ、記録するこう、まあ、メディアじゃないですけども、はい、まあ、何をしたかったんでしょうかね。結局これほどまでのことが学校管理課内で起きてしまったわけですから、はい、やっぱり親とすれば真相をしっかり知らないと、やっぱり嘘とかね、適当な説明ではいそうですかっていうわけにはいかないわけですね。自分の娘が亡くなって、その起きてしまったことの、ね、真相がでたらめない説明ではいそうですかって納得だけするわけにはいかないもんですから、ましてうちでは息子は生き残ったんで、そういう環境の中ですんで、やっぱり真相究明していかにこの対策を打って二度と繰り返さないようにしていくかっていうところに結びつける上でも、もう真相究明は必須だなと思ったんで、二度と繰り返さないためにも、それですよね、ズバリそれです。二度と繰り返さないために取ってたっていうようなもんですね。その生き残った人とそれから生き残れなかった人の違いっていうのは、その50分間の間になんか濃縮されてるような気がするんですけども、その辺はどうなんでしょうか。たまたま息子が助かったのはもう本当奇跡ですから。あ、うん、なるほど、うん、そう考えますか。やっぱりそうですね、本人がそう言ってますね。あ、一歩二歩足の運びが変わってて俺も死んでたかもしれない。でどこへ向かう、結局川に向かってる最中に津波、本人も飲まれてるんで、あ、そうなんだ。でも生き残った。あ、だからあの日地震が起きてから津波に飲まれるまでの移動したルートとか事実経緯の部分って、うん、ほぼ息子が喋ってる部分なんですね。あ、なるほどなるほど。生き証人のもんですから。まあ、でも先生方は川に向かってたってことは、その通りですね。何をしたかったんですかね。それを知りたくて裁判した。なるほど。でもその辺は明らかになってないんですか。未だに。その辺やらなければならないことは、責任の所在は明らかになったんですから、全容解明、真実をちゃんと説明してくださいっていう、うん、ところがまだできてないって話です。なるほど。はい、まあ、長野でもまだこの映画はまだ一般的に広まってませんけども、はい、もし何かあった場合はこちらへ何かその状況をこう
そうですね、今回実質上映会という形で皆さん見てもらってますけども、はい、まあ依頼されれば、開催されると思うんで、そこにお声掛けいただければなと思います。まあ、家族が失って、まあいろいろな思いがあったと思うんですけども、今後どんな風にこう生きていくというか生活しようと思ってますでしょうか。本来、あるべき姿の事後の対応と繰り返さないための対策を国をもってしっかりしてもらってですね、当たり前にな対応をするようになってもらいたいなと。今回能登の地震がありましたけど。ありましたね。どうでしょうかその辺は。ひと事には思いませんよ、もちろん。結局あの日は自分はカメラのテレビの向こうになって見てない、被写体はテレビの映されている側にいた人間なんで。なるほど、うん、やっぱりどうなんだろうというのがありました。まあやっぱり真相究明して繰り返さないところに多くの方々がそこの共有をしていただいて、まあ、確実に助かる避難行動を取れるような仕組みにしていきたいなと思います。ぜひ、はい、強く生きていただきたいと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。こういうところありがとうございます。はい、ありがとうございます。